きます。はい、こちら。コンウラメ端的に言うと恋愛相談です。はい、どうぞ。彼氏がセクシーなインスタグラマーやコスプレイヤーの赤をフォローしているのがマジで嫌だという悩みに対し、男はもし365日いつでも私がすぐに、おっぱい見せてあげるからフォロー外してって彼女に言われたら全員フォロー外す。大きさとか関係なく他の誰でもない好きな人の目の前にあるモノホンのおっぱいが一番好きという回答がコメントで共感を呼び、男である僕自身も激しく共感しました。週1から2ぐらいでしたが、好きな人のおっぱいはいつだってどんな AV にも、足元にも及ばない特別な意味を持っていました。わかるー、でも実際問題、その都度彼女のおっぱいを触りに行ったり、おっぱい見せてなんていうのは難しいわけです。もし彼女からフォロー外すように言われた場合、どういう落としどころが最適だと思うでしょうか。また、めいちゃんはもし彼女からめいちゃんおっぱい見せてって言われたらいつでも見せることはできるでしょうか。まあ、おっぱいいつでも見せることができるでしょうかに関しては、それ構わん構わん、見たければ見ろしょうがないわねってボロンなんで彼女におっぱい見せてって言えないの。言えばいいじゃん。なんで言えないんだいなんで言えないんだい。私はいつも言いに行ってたよ、おっぱい見せて、パンツ見せて、太ももに顔挟んでいや、ええやん。だって彼女なんだから、別に外でやらなければ別によくないか。家行けよ、彼女の家に。何しに来たのって言われたら、会いたくなっちゃったって言って、いや許してくれるよ、彼女だったら。会いたくなっちゃったって言ってきて、ねえ、パンツ何履いてんの今日当てるからちょっと お尻触っていいってちょっとケツ触らせて今日は紐それいいじゃん、それで。ねえ、ねえ、おっぱい触らせてって、今日のブラ当てるわって、この触り心地は、あれだ、なんか あの何色のあれでしょ、花柄のやつだって、かわいい、みーちゃおってペロリンつそれでええやんけできない。なんでできないの、なぜできないんですか。私普通にやってたけどな。でも全然なんか普通に関係性がちゃんと築かれてる彼女だったら割とね許してくれるよ好かれてたいし見え張りたい。お前バカ野郎、彼女の前で見えなんかあったってどうにもならないだろ一生一緒にいるかもしれない相手の前で見えなんか張り続けられるわけないんだからね。ペロンとしたいときはペロンとしてくださいもうね、そういう自分の欲求に彼女の方に慣れていってもらうというのも一つの手ですよ。もうこいつはこういう人間なんだとね、思っていただくのが一番手っ取り早いで、てか彼女が見れるアカウントで AV 女優とかセクシー女優をフォローすな要は彼女のいつでもおっぱいが見れりゃそれでいいってわけでしょ。だからおっぱい見たい時は見せてって言えよ要はセクシー女優をフォローしたいのであれば、彼女にちょっと申し訳ないんだけども、君のおっぱいはいつでも見れるもんじゃないから、セクシー女優をフォローさせてくれと、性欲が収まらない、ごめんなさいと言ってフォローする、もしくは、彼女の見えないアカウントを作って鍵垢で、フォローして、まあのね、その要はスケベな欲求を満たすためだけのアカウントを作る。ただそれは彼女に隠さなきゃいけないから、彼女に隠し事をしているということになる。まあただね、言ってないだけで嘘はついていないというあれもあるけどもね、それもいや、どっちもできないというのであれば、もう腹をくくって彼女におっぱい見せてくださいと土下座する、それ以外はありません、ね、それしかできない、ね、だからもう、いや私一番丸いのは結局彼女におっぱい見せてもらうことだと思うけどな、見せてって言ってそれがいいだろ。めいちゃん裏分かりそう。ちなみに私はガチでセクシー女優の方などにはあまり興味がないんですよ。そう、なんかだって彼女できたら彼女のおっぱいが一番じゃね彼女のおっぱいが一番いいんだろ、だから大体彼女以外のおっぱい、彼女以外のパンツもそんなに興味ないだろ見せてで見せてもらえるなら苦労せん。なんで彼女が見せてって言って見せてくれないんだ。いやだから、じゃあそれはもう女の子がよく言う彼氏を教育するのと同じよ。女の子の方に慣れていってもらうしかない。彼女の意思は無視してないよ。
だから彼女がそれを見てほしい、見てほしくないっていう意思を尊重するために、じゃあどういう風にするのが丸いかなっていう話し合いをした方がいいんじゃないのっていう話よしょうがない、人間の三大欲求なんだからね。それはムラつくときはムラつきますからね。ね、別にさ、だからさ、おっぱい見せてって言うために別になんかスケベしようぜって言ってるわけじゃないのよ。嫌なときはスケベするあれじゃないときは別にスケベしなくてもいいんだけど、触るだけでいいから触らせてくれみたいなね。そう、見せてくれるだけでいいからみたいな。ね、そう、落としどころを見つけるのがいいんじゃないでしょうか。